戦うキャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードを全員が開いているところに置いてくれ。7枚まで登録できると登録するエリアが始まった。チーム決定ボタンなんだよ。ヒーローこのチームで戦うチーム決定だ。バトルアプリの発動ラウンド決定を出発するぞ。戦闘開始。私の敵、これで終わりではありませんよ。